大塚久美子は日本の実業家、経営コンサルタント、企業企画代表取締役、クオリアコンサルティング代表取締役、大塚家具前代表取締役社長を務めた、埼玉県春日部市出身。祖父はタンス職人で春日部に工房を開き販売事業を行っており、父、大塚勝久が家具販売事業を独立させたのが、 大塚家具創業につながっている。久美子は5人兄弟の長女で、幼少時は、かす部駅西口の大塚家具1号店、店舗兼倉庫の一角で過ごした。1979年から、千代田区九段北に本社が移り、小学校6年生の時、千代田区立高地町小学校に転校。本社と同じ九段北にある、白百合学園中学校、高等学校理系コースを経て、 1991年、一橋大学経済学部を卒業。経済学部を選んだ理由は、高校時代に読んだ雑誌のジョン・メイナード・ケインズ、特集であった。大学では、塩野屋雄一学長の指導の下ジョン・メイナード・ケインズの確率論をテーマにした卒業論文を作成した。大学卒業後は、大学院に進学し、研究者になることも考えたが、 当時女性の就職が厳しかったこともあり、バブル景気のうちに就職しておこうと考え、就職活動を優先した。同年、当時としては珍しく女性総合職の採用に積極的だった富士銀行に入行、有志化配属。1993年から企画係で国際広報などを担当。百九十四年、大規模小売店ポ立法改正を受けて、 業用拡大を目指しており、人手が足りなかった家業の大塚家具に入社。1996年から、取締役。企業規模を拡大していく中で、経営企画部長、経理部長、営業管理部長、広報部長、商品本部長等を歴任し、個人商店的組織からの脱却を目指して、各部門の仕組みづくりを行い、それを公認に引き継いでいった。 2004年同社取締役を退任し、1年間の休養を経て、2005年東京都千代田区に広報 IR コンサルティング会社株式会社クオリアコンサルティングを設立し、代表取締役に就任。この間コンサルティング会社フロンティア、マネジメント株式会社の執行役員や、大塚家の資産管理会社である株式会社企業企画代表取締役、社団法人、 助水会理事なども務めた。当初大塚家具に戻るつもりはなかったものの、業績低迷を受け、2009年、創業40周年を機に、同社代表取締役社長に就任。2010年から2012年まで、国立大学法人一橋大学、経営協議会学外委員も務める。2014年7月23日、取締役会で社長を解任される。 経営方針で会長である父との間で対立があったと報じられている。2015年1月、久美子が、勝久社長兼会長に経営体制を一新する、要日分主提案を検討していることが明らかとなり、同28日、同社は、久美子の社長復帰と勝久を会長選任とする人事を発表した。この人事に関して、同社は経営管理体制の強化のためと、 説明している。また2月13日、勝久会長が業績悪化の責任を取って3月末の株主総会後に退くことが発表されたほか、今後は、久美子社長が全権を把握した上で、会員制ではなく、オープンな店舗運営を目指しつつ、社外取締役を増やし経営の透明性を高めていくとされた。こうした中で、2月17日、 勝久会長が自身の再任と久美子社長の退任などを求める株主提案をしていたことが大塚家具から明らかにされた。これについて同社は経営を再度混乱かつ不透明にさせ企業を勝ち株主利益を既存するものと反対の考えを示した。そして3月27日の株主総会ではこの勝久会長の提出議案は否決された。さらに その後の取締役会では、久美子は代表取締役社長に再任されるとともに、長手大塚克行前専務が務めていた営業本部長にも復帰した。2016年4月、勝久が一族の資産管理会社に15億円の社債返還を求めた訴訟で、企業企画は15億円を支払うよう命じられた。2020年10月、 久美子社長本人から12月1日付で辞任したいと申し出があり、28日の取締役会で申し出を受理。大量保有報告書、株式会社企業企画2008年4月、ABCDE 日本経済新聞社、日経 BP 社、ドジな銀行員だった家具屋、姫大塚家具の久美子社長出世ナビ、日経スタイル。 日経スタイル2021年1月22日閲覧2009年2月23日日経 MJ ハット家具のリフォームやリユースにも取り組んでいます良い家具は修理しながら半永久的に使えるのです週刊現代2013年8月10日の個性は主張するワンオンリーワン株式会社クオリアコンサルティング代表取締役大塚組子氏 hq ボリューム13 ab 週刊現代社長の風景大塚家具大塚久美子現代ビジネス http コロンスラッシュスラッシュ現代 .ismedia.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ366252014年7月23日閲覧個性は主張するワンオンリーワン株式会社クオリアコンサルティング代表取締役 大塚久美子氏、HQ ボリューム13、新任者メッセージ、HQ ボリューム27、2009年2月23日、日経 MJ ハット、大量保有報告書、株式会社企業企画2008年4月。社団法人、助水会、愛入れの父子大塚家具、泥沼化する、お家騒動日本経済新聞電子版2015年2月25日2009年2月20日、 日経産業新聞、大塚家具、創業者会長が、社長兼務長上解任。日本経済新聞。http://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnasdz23hq2t20c14 アンペアな tj2000。2014年7月23日、閲覧。 代表取締役の移動に関するお知らせ。株式会社大塚家具。2014年7月23日閲覧。富岡港。続報。大塚家具。七子激突の舞台裏昨年初から、両者の対立は、抜き差しならかった。東洋経済オンライン。 http://toyokizai.net コロンススララットトッシシュュ e スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ583722015年に2月2日閲覧。大野和幸。大塚家具、父子の対立は、痛み分けで決着か、久美子氏が社長復帰、勝久氏は会長に専念。東洋経済オンライン。 http://t-o-y-o-k-e-i-z-a-i.net スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ,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 ュ593012015年2月2日閲覧。磯山智之。磯山智之の制作裏読み大塚家具。前代未聞のドタバタの天末解任6ヶ月で前社長が復帰。日経ビジネスオンライン。 http://biznes.nikkib.co.jp p スラッシュアーティクルスラッシュレポートスラッシュ20150129スラッシュ2776882スラッシュ。rt イコールのックンと2015年2月2日、閲覧。代表取締役の移動に関する、お知らせ。株式会社大塚家具。2015年2月6日閲覧。 ab, 大塚家具の創業会長退任、3月業績悪化で、隕石。共同通信。http://www.47news.jp:/cn/201502/cn2015021301001899.html2015 年2月14日閲覧。大塚家具。99. 再び脱、開園制復帰の社長、オープンな店に、日本経済新聞電子版2014年2月11日、大塚家具、主導権めぐり父子対立創業会長が、社長退任を提案。共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/201502/cn2015021701001604.html2015 年2月17日閲覧。大塚家具、会長の取締役再任求めた株主提案に、反対。日本経済新聞。 h t t p w w w n i k e i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ t g x l a s d z 1 7 h 2 c x 1 0 c 1 5 a 2 i f l 0 2 0 1 5年2月17日閲覧株の指定案に対する当社取締役会意見について株式会社大塚家具2015年2月17日閲覧久美子社長 涙に霞む株主との対話日経ビジネス2015年3月27日 http コロンスラッシュスラッシュメガワット,ドット日経 .com スラッシュ sp スラッシュアーティクルジャックスラッシュテグ 11h5mr10c16a4cr000 大塚家具大塚久美子社長が退任へ本人が申し出 nhk,https, コロンスラッシュスラッシュ www3.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ20201028スラッシュ k10012684381000.html2020 年12月17日閲覧ありがとうございます。